都市伝説のおばあちゃんはなぜ足が速いのか。この謎を箱開け民と考察したのでご紹介します。箱開け、箱開け亜美です。ターボババアやジェットババアという都市伝説を知っていますか？深夜車を運転していると高速で走るおばあさんが並走してきて追い抜かれると事故になってしまうというもの。有名なのは兵庫県の六甲山で、この都市伝説を使った CM も話題になりましたよね。他にも北海道のリアカーババアや宮崎県の三輪車ババアなど、全国にたくさんの高速移動ババアが存在するわけですが、なぜみんな足が速いのか、そしてなぜおばあさんばかりなのか、これを考察していきました。まず一つ目の説がこちら。ヤマンバが総本山。言わずと知れた妖怪ヤマンバ。山に住む鬼女で怪力の持ち主と言われて恐れられてきました。これは昔、口減らしのために老婆を山に捨てた姥捨山を元に生まれたとする説が多く見られます。昔から老人、特におばあさんは弱者とみなされてきました。その弱者のはずのおばあさんが超人的な身体能力があり、自分より強いという矛盾に対して混乱し、言い知れぬ恐怖を感じるのではないかという説です。さらに現代において怪力以上に分かりやすい高速移動が脅威となり、生まれたのが高速ババアシリーズなのではないでしょうか。黄泉の鬼女。日本神話に与物仕込めと呼ばれる黄泉の鬼女が登場します。イザナギは妻のイザナミが死んだ時にあまりに悲しくて冥界に妻を訪ねていくのですが、醜く腐ったイザナミの姿を見てしまいます。イザナミは醜い自分の姿を見られたことに恥をかかされたと大いに怒り、恐怖で逃げるイザナギを与物仕込めに追いかけさせたというお話です。この与物仕込め、ひとっ飛びで千里、約 4000km を走る脚力の持ち主。超人的な能力ですが、この日本神話をもとに、さらに身近な恐怖として生み出されたのが、高速ババア系の都市伝説なのではないでしょうか。交通事故防止で作られた噂。都市伝説ブームがあった1990年代。この頃問題となっていたのが、交通死亡事故です。バブルによって車を持つ若者が増え、交通死亡事故も急増しました。そこで何者かの手によってスピードを出しすぎると高速ババアに遭遇し事故を起こしてしまうという噂が語られ始め、都市伝説の力によって交通事故を抑制しようとしたのではないでしょうか。因果関係は不明ですが、実際にどんどん減少しているのを見るとある程度の効果はあったんではないでしょうか。他にも交通安全の看板を見間違えた説だったりとか、助手席に座ってた彼女を見間違えた説なんていう面白いものも上がりました。さあ皆さんいかがでしたか？あなたの住んでいるところにはどんな高速ババアがいるでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。一緒に考察してくださった箱開け民の皆さん、今回も面白い考察ありがとうございました。都市伝説の考察は毎週土曜日夜9時からの生放送、箱分けの飲んだら乗るなラジオにて行っています。ぜひそちらにも遊びに来てくださいね。ここまでご覧いただきありがとうございました。またご覧ください。箱分け亜美でした。